サルカニ合戦、うん、ってあるやんか、うん、どんな話か覚えてる？覚えてるよ。これ言ってもいいの？いいよ。サルに誰かがなんかやられて、そう、敵討つぜっつって、そうそう、カニがね、うん、おにぎりを持ってきて、うん、よく覚えてんな。で、サルが、うん、柿の種を、柿の種ってあの、違う、柿、あ、違う、カメラ製菓じゃないで、うん、柿の種を、うん、持ってて、で、猿はそのおにぎりが欲しいよ、カニが持ってた。だから、おい、カニよと、うん。ちょっとこれ、交換してくれと、この柿の種と。あでも、カニ的には、なよこれ、種。なんでこんな食われへんもん、もうって言うんだけど、猿が、いや、これは、ちゃんと育てたら、柿がごっつなるから、最終的にはこっちの方が得やで、言うて。で、カニは、真面目やから、必死にこう水あげて、柿をほんまこう、育てあげるんよ。あ育つんや。育つねん。で、まさに牡蠣を食べよう思ったんやけど、カニは登られへんから、なんで笑ってんの？いやいや、アホやなーって。なんでやねん。登られへんから、そこでまた猿が来て、おお、カニ、あの時のカニやないかいと。お前もしかして牡蠣育てたんかいと。俺が取ったるわ、言うて。で、猿はもちろん登れるやんか。ほんで、あの、取ったるわ、言うて、自分でめっちゃ食うんよ、牡蠣を。ほいで、カニが、いやいや、サルさんと、うん、あんた食うもんええけど、ちょっとわしにくれよと、お前そのために取りに行ったんやろって言ったら、黙れっつって、渋垣をカニにガーン投げて、その親ガニが死んでしまうっていう、すごい、むごい。すげえな。むごい。バイオレンスやった。そうやで。干したら、これも大河ドラマやから、2世代。子ガニが、ブワッサ出てきて、この親ガニの中からね。中からかいな。そう。ピッコロ的な話。そう。で、親ガニの敵を撃とう言うて、なんかお供がね、薄。で、馬糞いや、ようわからんけど、まあ、その辺おとぎ話やから、カニ君大変やったねと、この度お母さん亡くなって、つってかわいそうに言うて、ほな、猿に、俺も敵、うちに行ったら一緒に行って。で、みんなで一緒に行って、猿をやっつけるんやけど、そのな、うん、お供の中に、だから、薄と、薄ってお餅つく薄ね、と、馬糞ね、なんか、馬の糞ね、と、あと、栗がおるよ。で、そこに栗おったら、じゃあ、柿は柿やんか、ただの。栗は、なんか、火鉢で、温まって、バーンって爆発して、じゃあ、栗はもう擬人化されてんねん。顔もあるし、喋んねやんか。そこに果物あったら、じゃあ柿はってなってくるやんか。レベル感がな。おかしいやろ、それ。そうじゃ柿は一個一個描写されてないだけで、これながら痛いなってたのかな。なってたそれ、おかしいよね。っていうことを思い出したな。じゃあ、お友達交渉していこうか。また来週ってなるよな、もうな。そう。なんかおとぎ話じゃないが、昔話、古今東西しようじゃあ。あ、俺今日たまたま山頂からここ歩いてくるときに思い出してた、うん、あの昔話は、木登り、ちゃうわ。思い出してた話なのにもう忘れた。木登り三太郎かい何それ、そんなんある あの、じゃあ何か結局思い出されへんかったんそういう。三年寝太郎何それ三組寝太郎あ、ちゃうで、なんかな、これ何やったっけと思って全然思い出さないんくて、こうキーワードをネットに入れまくってたんやけど、よくわからなくて。言うて、それ多分俺出せるわ。おとぎ話なんかどうかもわからないんやけど、めっちゃ木登りが得意なやつかもね。あ、もうプロ。契約してんや。スポンサーと個人的に。パタゴニアとか。そう。背中のとことかにロゴ入ってたりするんやけど、そいつが、若手まあまあ、新進系の、その新進系のプロが、まあ、木登り、まあ、めっちゃうまいから、もう、なんやったら他の人の木登りの指導もするわけ。もう、スノーボードのプロとかと同じ感じで。まあ、JFA 認定。そう。なんかコーチみたいな。そう。ほんで、コーチングするやんか。ほんで、木登らすんやんか。ほんで、みんなパッサー木登ってるとき、言うて見てんの。もう絶対分からへんわ。だって普通、もう知ってたら、はいはいってなるやろ、それ。まあ、今言うて。ほんで、ふんってなってんの。パッサーみんな、こう枝とか掴みまくって、ガーッ。子供そもそもみんな。いや、みんな大人。いや、大人ってか、2人しか出てこないんだよ。あ、
あ、まあ、コーチとおとぎ話っていうか、なんかそういうちょっといい話みたいなことやと思うんだけど、あ、はい、ほんでわーこう木登るやんみんなで、わーやってんのに、みんなっていうか一人やけど、わーやってたら、まあ降りるやん、ずっとこうやってふん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 って見てた、プロが、降りる寸前に気をつけやって言うんで、で、あ、はぁ、みたいな感じで、こう降りるねん、そいつが。ほんで、そのプロに、なんであんな時に気をつけやって言ったんですかみたいな。俺もっと危ないとこにいたやん、みたいな。局面、もっと言うべき局面何個も迎えてたやろ、と。そう。そんなん言わんでもあんた気ぃつけるやんか、と。でも、そういうこう、降りがちの時とか、降りがちの時降りんとしてる時ね、まさに。そうはみんな気抜いて、なんか飛び降りたりするでしょ。そういう時こそ気をつけないといけないのだっていうのってあるよねみたいな話。何それほんでその、 指南を受けてる、木登りをこう教わってる方が、あ、こいつマジ超人みたいな、こいつ分かってるみたいな、悟り開いてるわこいつみたいな、なんかそのただの木登りのプロやと思ってたけど、こいつは道を知ってるぜみたいな、マジこいつ先生みたいな、こうリスペクトみたいになって終わるっていう話で、だから俺は必死に木登り気をつけろとか気を緩めるなとかって検索しまくって、いやいやいや、ちょっともちろん知らんし、なんかうんちくとか教訓も全然ないし、なんかその話何それ、いや全然分からへんわこれ。ちょっと俺ずっと絶対あんねん、あ、そう、絶対だってもう結構ちゃんとこう、じゃあそもそもジャンルが何なんかが分からへんねんけど、それ多分そういう教訓話なのか、昔のなんか、うん、コンシャス